メガネしょうがない、ワイソイ。はい、今日の動画は私です、はい、隣にいますね。はい、キルリアです。はい、毎度おなじみ、毎度毎度かな、でもちょいちょい出てますからね。うん、いろんな、まあ、またあのワイソイチャンネルの方に出演してくださいました、はい、というわけで今回やっていく内容の方が俺とキルリアで10回ガチャを一本勝負をねやっていこうかなと思いますので、まあ、勝負というからには負けた側には何かがあるんですよ。そう、罰ゲームがあると。そうそう、その罰ゲームをキルリアにちょっと考えてきてもらったので、はい、ここで発表してもらいます。じゃあ僕が罰ゲームに関して説明します。ガチャ結果が良かった方が勝ちなんですけれども、負けた方っていうのはお互いの動画の挨拶を入れ替えて、スクスタの今後の動画でね一回やるということなんですけれども、じゃあ僕がそう負けた場合はこういうね、あ、やっちゃう変な挨拶を僕がやらなきゃいけないということに、ね、なってしまうと。じゃあ逆に YS チャンネル負けた場合、逆にキルリアなんか毎回言ってることあったっけ。僕はですね、未来から来たタケノコのねちょっとご飯という、まあ、そういう意味のわからない挨拶をそっちも意味わかんないって、ね、いやさっき言っといて自分でも意味わかんないって言っちゃう。いや意味わかんないじゃあお互い意味わかんない挨拶を。そう、じゃあ別に変わったところで、いやでも全然違う人の挨拶ですか。あ、まあまあまあ、自分が普段やってない違う人の挨拶をやらされるというね、こんなもう苦痛はないということになってしまうんで、まあ、いやでも見てみたいな、勝たなきゃいけないということになるんですよ。キルリアがめげないしょげない YSY、 そこは YSY って言うんだ。 YSY って言います。もちろんマジでいつもの挨拶もう本当にじゃあもうまんまやるんだ。いやそうなんですよ。まあね、やっぱ罰ゲームとかあってこそのやっぱ燃える勝負なんで。そうなんですよ。じゃあまずは UR が多かった方の勝ち。勝ちです。で同数だった場合は SR で決着をつける。そうです。で SR も一緒だった場合は2人とも罰ゲームをすると。2人とも罰ゲーム、はい、それだけは避けなきゃいけないですねそれだけは避けましょう。でも、もしかしたら視聴者的にはそれを望んでるかもしれない順番はじゃんけんで決めると。そうね、どっちが先行かはじゃあじゃんけんで決めましょう。最初はグーじゃんけんほい。おお、いやここで勝っても別に勝負で勝ったわけじゃないんで。そうですよ、順番選べるだけですか。まあでも直感でやっぱ俺がちょっと思ってた、はい、高校で行かせてください。あーそっちか、じゃあ先行か。キルリア先行でお願いします。でこれでまあ正直ドブってくれたら、うん、もう俺はもう大チャンスでしかないんでちょっとそれをちょっと期待しつつ。なるほどっていう感じでいきます。いや僕はもう単純に海ちゃんが欲しい、これはだし、なんかこういうまともななんつーのガチャ動画をキルリアがやってること自体、うん、俺そうだよね、違和感を感じる。やったことすらないからなんかねえ、そもそもガチャで実況はないでしょ。ないの、ほとんどないですね。なんかそれに違和感しか感じないから俺はちょっとそっちの方がなんかすごい楽しい。よし、じゃあもう楽しいわやっちゃいますよ。はい、やっちゃってください。いきます。これが僕の結果です。さあそう、ここまず大事。おいやーこれきつい。まだ分かんないけど、いや昇格全然あるんで、このゲーム思った以上昇格するんで。ほい、ここの中の人に変わってんの。1か、いやどうなのこれ。いやでも新規かそうじゃないかじゃないからね、枚数だから。そう、うわ、でも完全な動画を避けた。マジか、なんとも言えない。あ、でもこれあれだ、ボルテージ強いやつ、個性でボルテージ上がるやつなんで、まあ悪くはないっす。解説、せっかくなんで解説しながら。解説 SR2 枚だけですけどいや十分十分十分、あとで俺の方も解説してもらって。考えました。はい、いやまだまだ昇格あるからね、本当に。そう、ま、これがあっかなんか、そうこれ SP ゲージがね地味に取れるんですけど、ちょっとそこはね実用性がないんで昇格欲しいな。やばいよ、こっからの昇格あるのかな。ワクワクしてきた俺。2枚か、終わるか、終わるか、あ終わっちゃった。うわおっと、結果 SR2 枚2枚か、分かんないから、分かんない、ここで俺が1枚の1ここで SR1 だったら動画的には結構面白いことになるよこれ。全然あるんだよ、全然ありえる、全然ありえる。え、でもここで俺が SR2 だったら2人とも。そうそうか、それはやばいじゃん。それもそれでやばい、それもやばいよね。だからもう SR2 枚以上取る前ですから SR3 か UR1 を出さない限り俺は
タケノコご飯言わなきゃいけない。そう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 。まあ推しもね出てないんで、まあ、欲しいなって感じですね。まあでも10回だからね。何よりももう今日の企画はもうキロリアに勝つこと、もうそれだけを俺は考えますね。うーん怖いな。怖い。どうしたらこれはやってほしいんだよね。いや映像も困るな。ここだけはちょっと見たい。頑張ろう。じゃあ頑張ってください。はい、では行きましょう。最初で最後の10回ガチャですね。よし、気合を込めていきます。俺はやるからね、ちゃんと。めげないしょめない YSY お願いします。さて、おーい終わったじゃん。UR 確定きました。終わったじゃん。いや、まだ分かんない。あの不具合がなんかで出ないかもしれないじゃん。あ、そっか。新規も結構欲しかったりするんで、めっちゃ強いよ。あ、1枚。あ、でもで、SR が2。じゃあ解説の方。お、あー、リコ推し、うん、推しですけど、僕持ってないんで、まだリコ UR。 はい、あ、いいじゃん、いいじゃん。おー、これ2枚目。次かな。あ、来た。あっちか。これはそっちの方か。そっちか。え、これ何枚目だろう。新規ではない。2枚目だ。2枚目か。あ、普通にいいな。出ました、ふみちゃんの工場の方ですね。はい、いただきました、クレープ。ありがとうございます。うわー。はい、というわけで結果、UR1 枚の SR2 枚ですね。で、 UR の方がまあ被ってしまいましたが、ふみちゃんの工場、2枚目いただきました。というわけで勝負的には俺の負けか。え、やるのか。うわー、めっちゃ楽しみ。とにかくキルリアの動画をね、まあ、今後ちょっとチェックしてください。じゃあ最後に一言。はい、スクスタのガチな解説動画を出しております。私のチャンネルです。ぜひ、暇だったらね、見ていただければと思います。多分何かしらいい情報が含まれてますんで、この動画もよろしくお願いします。もう今の解説動画はマジでキルリアはちゃんと真面目にやってるんで。はい、というわけで最後までご視聴の方ありがとうございました。ぜひキルリアの方もチャンネル登録、そしてご視聴の方よろしくお願いします。それでは皆さん、次回の動画でまたお会いしましょう。これやってくれる？はい、やりますよ。せーの、じゃあ本当に見てんだね。見てんだよ、マジで。なんで締めの挨拶までを知ってる。やったらこんなことしない。あれ、なんかこいつどうしたのってなるから、先に俺がこれ出さないと出さないよ。あと皆さん、よかったらこういう罰ゲームどうっていうのもご意見あったらコメント欄で書いていただければちょっと参考にするかもしれないんで。マジか。いや、結構なんかぶっ飛んだの来そうだけどね。うん、まあ参考にはできそうですね。まあまずは、まあ、こういう形では一発目ってことで、まあ、ちょっとね、まあ、ある意味柔らかめな感じの罰ゲームなのかな、これは。まあ柔らかくはないですけれども。